テサです。はい、今日も遊んでいきましょう。昨日は怪盗U に出会いました。いかがでしたか？今日もちょっとポイントが残った怪盗U 狙っていきたいと思います。ということで、昨日はポイントたくさんなくなっちゃったので、ゲームをしてちょっとパワーチャージというかポイントチャージしておきました。まずじゃあ何でもマートでお買い物で、3670までコインは貯められましたので、欲しいものを買っていきましょう。あ、この感じだと、ケーキ2つとりあえず買って、で、あれですね、怪盗U の、あれも、買えちゃいますね。バラももう1本だけ買っとこうかな。で、今日はその3つで見ていきましょう。あっという間にポイントなくなっちゃいますね。バラは1500ポイントも必要です。はい。ということで、ストリートにお出かけ。今日は誰に会えるかな？あ、誰もいない。うん、今日もいい天気ですね。誰かに会うまでやってみよう。来るかな？起きた。新キャラ。やあ、おしり探偵さん。特別に僕の好きなこれをあげますよ。お、骨キャンディーゲット。こんなことあるんだ。初めてです。骨キャンディーは買うこともできますが、こうやってもらえるんですね。ということは、ストリートにいっぱいお出かけするのも重要なポイントになってくるんだ。あ、でも、また会えなかった。会える時と、会えない時とあるんですよね。ラッキーキャットでお茶をしたくなりますね。だって。もう一人ぐらい会えないかな。あ、来た来た。鈴木さんだっけか。あ、おしり探偵さん、お散歩ですか？お散歩ですか？だって。で、ラッキーキャットでポイントダメのためにたくさんゲームしたんですけれども、その中で一番やりやすかったのをまずは紹介しましょう。スイートポテト作りは連打だけなんですけれども、100ポイントのことが多いんですよね。はい。あーって押していくだけ。で、作業的には簡単なんですけど、意外と、ポイントがもらえないかも。あ、でも今回200ポイントだった。なんだろう、これランダムなのかな？音符キャッチは、はい、キャッチするんですけれども、この30秒以内にこのゲージを満タンにできれば、OK みたいな感じなので、慣れてくるとそこまで難しくないのかな。最近、事件解決のためにも、こういう系のキャッチとか避けるとかっていうのをたくさんやってるので少し得意になってきました。はい、多分これで200ポイントいけるでしょう。うん。で、遺跡迷路が一番簡単かな。はい、まずはこのように平らにというか、まあ水平ぐらいにしといて、で、ああ、よいしょ。こうやって傾けながらおしり探偵を移動して見えるかな。あ、しまった。奥の方だった。こんな感じで傾けてゴールすれば OK で、これも多分200ポイントじゃない？うん。10秒まで行かなければ遺跡迷路はだいたい200ポイントもらってる気がする。で、おしり数えは、数を選んで決定ボタンを押そうなんですけど、こういう風に出た後、よーいスタートってなるまでにちょっと見えるので、その時にちょっと数えとく。1、2、3、4、5、5かな？
で、そうすると結構早めに答えられて、ポイントもゲットできます。絵合わせは一番苦手なんですけれども、はい、こうやって回り始めたら、とりあえず端を押して、で、上から覗いてきた時に押すと意外と揃えやすいっていうことが分かったんですが、はい、点数は結構取れません。占いはだいたい50ポイント、5ポイント、なんかそんな感じでランダムできます。じゃあ、ゲットしたものを使ってみましょう。はい、このケーキの下にハテナハテナがあるので、きっとその後もあるんですよね。まず、バースデーケーキを使ってみます。誰か来るかな？来た来た。あ、おしりたんでぃ。ふむ。私に何かご用でしょうか？息子よ、博物館の仕事で手が離せない私の代わりに女盗賊を捕まえてくれ。おお、女盗賊を捕まえるんだって。ふむ、わかりました。行きますよ、ブルーン。お、絵を止めるだ、来た。いけるかな。あ、犯人は髪の毛の色が紫で黒いバンダナを巻いた三角の耳。黒いバンダナ、紫の髪、黒いバンダナ。あ、その後が読めなかったよ。適当。残念。何だったんだろう、最後。次は頑張ろう。これが一番苦手。はい、そういえば三角のなんちゃらって言ってたから、三角だったんだ。さあ、じゃあもう一回使ってみよう。1000ポイントも使うアイテムやったのに解決できなかった。しまった。さあ、もう一回チャレンジ。こんな感じでね、一回でクリアできない事件もあるので、意外と全部ねやるには時間がかかる。あ、このバースデーケーキだと確実にお尻ダニーなのかな。ふむ、私に何かご用でしょうか。息子よ、忙しい私の代わりに、またか。あ、偽物に混ざった本物のお宝かな、お見つけてほしい、だって。ふむ、わかりました。いきますよ、ブラウン。また読むのかな。あ、ボタンを押して絵を止めよう。はい、出た。お宝は宝石が散りばめられた黄金色に輝いたカップだったはずです。宝石が散りばめられた、あ、宝石ね、あれ、宝石が散りばめられた黄金色のカップ。あ、あ、違うよ、もうカップ分かったのに。はい、ということでちょっと難しい。あ、ドキドキでした。もう悔しいな。じゃあまたバースデーケーキいっぱい買えるようにポイントは貯めるとして、最後怪盗ユーに会いに行こう、というか呼び出そう。ふふふ、これできっと来るはず。来て。あ、何か届いたみたいです。出た出た、ユーにも美しいお宝、黄金の兜は今夜いただくようだって。黄金の兜。ふむ、わかりました。行きますよ、ブラウン。ボタンを押して避けよう。よし、避けるのならできる。行くぞ。この怪盗いうのは避ける系なのかな。いつもなんかこれな気がする。ぶつかっちゃった。
やった。ふーむ、やりましたね。決定ボタン連打。出た出た、回答言う。またもやしてやられたか。だが、次こそは、僕のトレビアンな勝利だ。はい、ポイントもゲットできました。はい、事件解決できるとポイントがもらえます。はい、ということで、どうしようかな。さっきもらった骨キャンディーも使ってみようかな。これですね。さっきもらったの。誰か来るかな？来た！刑事だ。パーマネント刑事。お尻が何個あるのか知りたーい。お尻だけに。あ、知りたいね。なるほど。お尻を数えてください。ゆるいな。みんな、頑張ってね。さあ、お尻数えだ。数を選んで決定ボタンを押そう。緑のお尻を数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9じゃない？やったね。やりましたね。お、ダブルできた。ありがとうございます。お尻が何個あるか知りたかったんですよ。本当に？お尻だけにね。あ、でも100ポイントでした。200じゃなかった。はい。ということで、今日も楽しんでいただけましたか？またポイントを貯めていろいろ挑戦していきたいと思います。では、次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。